みなさんこんにちは、シーナです。アリヌです。アサリンです。今回は足指でお絵かき。足、はい、足、今日は手じゃなく足の指を使います。この前ペットボトルやってもんだよ ね。結構みんな得意なんじゃない？そしたらいけるかも。足技使っちゃいます。アンパンマンの絵を今回は皆さんで描いていきます。はい、最初はシーナから。へい、ではシーナ進めて。では私はイメージカラーの緑で。ね、そっちでいいですか？あれ？いいですか？そうだ。そうね。そう、お、止まったね。そう。いい感じ。はい。お、準備ですか？シーナの足指チャレンジ。足指チャレンジ。足指お絵かき。よーい、スタート。え、これ手使っていいの？あ、手を押さえるの。髪を押さえるだけ。もうあり。難しい。すごい。あー、輪郭が、やっぱり輪郭が餃子みたい。は、これ丸描くのが難しい。すごい。あ、足つる。そうでしょ。頑張って、シーナ。アンパンマンだよ、アンパンマン。うん。まあ、ボールが3個あれば。ボールが3個。顔に収まってないかも。あ、なんとなく雰囲気出てる。おー、すごいすごい。何それ、眉毛、何か眉毛、眉毛目。だって、あずみさん、アンパンマンの言えば分かってないし。ちょっと今、ググってこれ分かったんで。あ、いい感じ、しよくちゃ。おおお、なんだこれは。何何、なんかおじいちゃんっぽくない？マント、マント、スススス。あ、飛んでる。すごい、体まで描くんだ。うん、飛べてない。あ、飛んでなかった。すごいね。なんかちょっとレベル高いこと言った。すごい、なんかできました。おー、すごい。ピジョ、シーナのアンパンマン。シワクちゃんのおじいちゃんパンマンです。いや、ピカソみたい。はい、続いてはアリーナの挑戦です。はい、は同じでアンパンマンです。よーい、スタート。面白くない。言ってとった。右で描くの、右で描くの。どっちがいいかな。どっちが利き足なんだ。一回挟んでみる。一回挟んでみる。挟み心地で分かるかもしれない。どう、右の。いけそう。あー、なるほど。ちょっと待って、一旦左見ていいですか。一旦左も。あー、やっぱ右ですね。右なんだ。はい、手はね、左利きなんですけど、足は右でいきます。行ってみよう。行くよ。待って、なんか垂直にならん。垂直、足震える。よし、行くよ。ここら辺に挟む方がいいな。あ、おお、おお、え、マジ？あ、するね。すぐ描くのも難しい。あ、するね。あ、でも結構丁寧に描いてる。おお、やばい。あ、なんか、ぽいぽい。おお、ぽい？おお、なんか、ま、うん。楕円形が出来上がった。あ、でも、いい感じ。いい感じ。よしよし。結構、大長のね、あんぱんなんぽい。大丈夫、足がつりそう、これまで。つりそうよね。眉毛から描いた。あお、よし。お、あすごい、これ結構丁寧に描くね。確かに確かに。待って、これで合ってっかな、顔。あとなんだっけ、鼻か。人間みたい。あ、ちょっとうまいかも。あ、あ、でもいい感じ。ああ、かわいい。ちょっとリアリティがある。なんかすごい、ヒゲみたいよね。ね、すごい。なんか、ほっぺが、なんか人間
信感がすごい。あパン感全くない。で、ポイントはここにアンパンマンは確かベルトしてた。あ、してるしてる。アレンジのアンパンマン完成しました。いやでも意外とうまくかけたんじゃない。どうっすか。怖い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 。大丈夫、アンパンマンわかる。きっとわかんない気がする。アンパンマンわかる。お、そこの一画目はなんだ。二人がなんか書いてたのを見て、それなんかうちらそんなん書いてないよ。それなんかうちらそんなん書いてないよ。泣いてる。どの部分どの部分。え、なにこれ。なんか集合体よってなっちゃう。怖い。なんか集合体がいて怖い怖い怖いんだけど。アンパンマン知ってる。本当にこれアンパンマンの目。あ、目目あ、目から急に描いた。なるほど。やばい。え、大丈夫かな。足で押さえてすごいね。器用だね。おお、いいよ。逆に中身からいく。中身からいく。最後輪郭。最後輪郭いこう。そうだけどな。輪郭描くのが難しいからね。おお、いいよ。ここに当てはまる。見えないよね。なんかさ、足でさ。いや、見えてた。本当、足でさ、自分のさ、ポジションが見えない。ポジション見えない？ポジション見えない。左利きってさ、羽とか無理じゃない？でも私右で描いた。右で描くべきだったかも。羽が無理だ。羽？羽？羽って感じするの。なんか払い払い。文字書いてるの。何が出てくる？無理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 。え、頑張って。あ、足変える。ちょっと。アズリ頑張って。変える？変える変える。オッケー。じゃあ利き手チェンジで。え、なんでみんなあんなさ体とか描けたん？無理っすよ。でもめっちゃ釣りそう。絶対無理。でも釣りそうだったよ。え、絶対無理。え、無理無理無理。え、無理無理。結局戻した左に。やっぱ左に行った。え、無理。え、でもこんなみんなプルプルしてなかったよね。してたよ。してた。書き終わった後太もも痛かった。あー、指がおかしくなる。いや、これ輪郭大丈夫。え、てか最初に輪郭描いたの絶対よかったよ。あー、なんかこういうおばさんいるよね。強め。おおばさんたまにいない。これで完成でいいですか、アズリさん。まだ描く？まだ描く？邪魔をさせてくれ。キャラ変わってんじゃん。もっと描きたい。頑張れ頑張れ。おおおおおおおこっち？マント描いてってよ。マントどんな方向に。あ、もうこういう状態？そう、飛んでんの。あ、飛んでんのね。なに、その斜め上からみたいな画角ってこと？あー、ここに足が出る。なるほど。おー、あー、飛んでるのね。すごい雑に足がいたけど。完成でいいですか、アズリさん。無理無理。はい、アズリ完成。無理。さあ、3人書き終わりました。あ、みんなどう？いや、他の人のなんかこっちだったね。アズリは、ね、こうで立体的にいったね。行きました。で、さっきここに謎の A があるってアズリが発見して描いたわけじゃないんだよ、偶然なんだよね。そう、あのニコちゃんマーク、あのベルトのね、うん、を描こうと思ったら、たまたまやっぱ才能が開花する奇跡が起きたと。スーパーマンだ。じゃあこの3人で、うん、このアンパンマンが一番良かったんじゃないかっていうのを、うん、じゃあ指さしますか、うん、せーの。全員やったー。みんな仲良し。仲良し。喧嘩チャラトルは仲良しということが分かりました。それでは皆さん、よろしければチャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。
Thank you.